アメンボアカイナアイウエオと、皆さんこんにちは。私カスカベハル、16歳の高校1年生。これから話すのは私たちの最初の出会いの物語。なんてことない、どこにでもいる女の子たちが出会って悩んで踏ん張ってって、そんな当たり前の物語だけど、これだけはきっと特別なんだ。私たちはシスターズ。たった一人の女の子の夢から始まって、あの小さな私たちの箱下から生まれた夢見るシスターズ。ねえ、君は何がしたい？私は、私たちは。ノッキンオンセブンスドア。第1話。アイドルなんて大っ嫌い。さーて、歌って踊るアイドルのステージには何が重要かな？はい、そこの支配人くん。うんうん、正解。よく知ってるね。でも他にもあるよ。一番忘れちゃならないものなんだ。答えは簡単、歌って踊るアイドルだ。というわけで早速街へ出てスカウト活動しようぜ。大丈夫、もう満タイ。敏腕ジャーマネのコニーさんに任せなさい。コニーさんの行くところ、原石の女の子あり。秘められしコニーセンサーの力、とくとご覧に入れちゃうよ。失礼します。私、アルバイト募集のチラシを見て。清掃スタッフの、申し遅れました。私、カスカベハル、高校1年生です。ふむふむ、七下再生のためにまずは清掃スタッフからなんて、支配人なかなか気が回るじゃない。でも商店街のアルバイト募集コーナーに。なんですか。ん？お仕事あるよ。本当ですか？女の子はみんな大好きなお仕事だと思うんだけど、興味ある？あります、あります。どんなお仕事なんですか？とっても楽しくて、みんなに笑顔と幸せを届けられるお仕事。少しだけ大変って言われたりもするけど、それでも OK？大丈夫です。窓拭きでもトイレ掃除でも何でもやります。よし、決まり。はるちゃん、アイドルやってみようぜ。アイドル？お掃除じゃなくて、あのアイドル？イエース。驚きのあまり声が出ませんかな。まあ誰しも最初はそうだよね。私、やりません。アイドルなんて、アイドルなんて大嫌いです。すいません、なんでもないんです。なんでも。アイドルやんないのかい？はるちゃん最高にキラキラしそうなんだけどな。私、お掃除のバイトがしたくてここに来ただけで、アイドルとかはちょっと。お掃除以外なら失礼します。まあまあ、ちゃんとお掃除はしてもらうからね。ね、本当ですか？ロンのモーチー、七下清掃スタッフははるちゃんに内定だね。支配人、片付けですか？それなら。じゃあこれにサインしといてね。早速明日からよろしく。ところで、どこを片付ければいいんですか？あ、こ
なんともお掃除のしがいがありそうですね。はい、望むところです。支配人さん、私燃えてます。メラメラって感じですよ。あ、それから私のことは春って呼んでください。ガスカベさんだとなんだか小そばゆくて。はい、ガスカベ春頑張ります。